玉川習字教室の玉川雄吾です。今日はですね、日本習字生徒部小学6年生のですね、4月検定課題を書きながら説明いたします。今回の課題は出発ですね。こちらを学んでいきます。はい、4月になりまして、それぞれですね、1年ずつ学年を進級した生徒さんですね。今回はこの出発をね、6年生の課題を書いていきます。今回の課題、このね、縦画から横画、縦画から横画へ向かっていくね、この折れの部分ですね、こちらは一度筆を止めてから方向を変えていくという書き方です。ここもそうです。横画からこの左払い、一度筆を止めて方向を変えて書いていきます。そして左右の払いですね。はい、方向に注意して、左払いは同じ力でですね、途中まで行って、ここから横に払うような感じ。右払いは次第に太く書きます。そしてここで一度筆を止めてから、右に払うようにして書いていきます。またね、初頭、ね、この書き順、気をつけます。1画、2画、3画、4画、5画ですね。こちら、書き順、気をつけてください。はい、赤手本課題はですね、裏面に赤手本の書き方というのがあります。こちらにはですね、どういったところに注意して書いたらいいかが書かれていますので、まず最初にですね、こちらをよく読んでから書くようにしてください。はい、それではですね、早速書きながら説明をいたします。はい、出発の出、出るですね。はい、縦角、まっすぐ下です。はい、2画目、少し内側に行きます。で、ここで斜めに止めて、そしてもう一度斜めに押さえ直してから、右上がりでちょっとね、丸みをつけて伏せるようにしていきます。はい、3画目は2画目よりも上から指筆します。はい、これも内側に向かっていきます。はい、この時ね、間隔同じに見えるようにね、まとめてください。4画目、今度は左下に行きます。はい、ここで筆を止めて、そしてもう一度斜めに押さえ直してから、同じように右上がりです。ここを丸みをつけて伏せるようにして、はい、5画目は6画目の上から指筆して、ここも右下に外にね、向かっていくようにしてですね、書いていきます。はい、で押さえて、この時もね、間隔が同じに見えるようにまとめていきます。はい、次、初右上がりです。はい、きつめに、そしてここで斜めに押さえて、はい、左下に向かってで、同じ強さで横に払います。で、ここ1、2、3と払って、3画目、高さね、この折れのところのちょっと下あたりです。はい、左に払って、はい、4画目はこの折れのところちょっとね、下ずらしてから、はい、次第に太くします。はい、高さ大体ね、大体一緒ぐらいです。そして右に払っていきます。はい、そして5画目、3画目のすぐそばから、はい、短く左に払っていきます。6画目右上がりです。はい、7画目も右上がり。はい、横画の間の間隔は広くしすぎないようにします。左払い8画目は6画目の指筆のところ、ここです。立てるようにして左でした。はい、9画目内側に少しで向かっていきます。はい、曲がりです。
次第に太くします。でここでちょっとね横にしてから下から上に押し出すようにして跳ね上げていきます。はい、このようにして描いていきます。